はい、こんばんは、トムランチでございます、皆様お盆いかがお過ごしでしょうか。我が家は、風邪っぴきです、私だいぶ回復しまして、あの女子がねちょっと大変で、お盆前です、お盆前、土曜日金曜日金曜日ぐらいからか、先週の、嫁ちゃんが熱出しまして、で私がまた熱出して、そんな上がんなかったですけど、私はね、でちょっと喉がうんって感じになって、昨日くらいまであれでしたね。で昨日の出したリンゴちゃんのカバーは前撮ったやつを具悪くて編集できなくて大体前撮りしてるんでね、あの撮ったその日のやつ出すこともあるけど、新曲できた時とかはカバーなんかはまあある程度こうため撮りしておいてねやるんですけど、ちょっと編集する元気もなかったんでね、2日ぐらい過去テイクをまあてかまあ2日ぐらいお休みして、はい、昨日だいぶちょっと楽になってきたんで動画の編集だけして出してね、今日はねまあせっかくお盆なんでまだちょっとね本調子じゃないんですけど、あんま激しいのはちょっとあれでしたけどね、まあこれでもちょっとやろうと思って、リンゴちゃんやったわけですけど今日もね。なもんで、今年のタムランチ家のお盆は、お家ですね、はい、どこにも出かけません、まあ、仕事も仕事だしね、出かける元気があったらちょっとね変わってもらって、事務所番変わってもらってなんてやろうと思ったんだけど、もう今年どこにも行けないからいいよっつって俺やるわっつって、そんなこんなになりました。はい、まあ一部稼働なんで、まあ、土曜日のちょもっと楽なバージョンぐらいな感じ、何事もなければね、はい、な感じなんで、まあ音楽やりたいと思いますいやいつもじゃねえかと。ほんで、ここのとこね、もう連続で、はい、椎名林檎さんの、このファーストアルバム「無罪モラトリアム」のカバー前もやってたんですけども、いろいろやこうあの手この手でやってたんだけども、歌舞伎町のジョーからかな、あれギター一本でやったら、あこのコンセプトは面白いかもと思って、何が何でもギター一本で、まあ歌はねコーラスかぶせたりするけど、あのギターはもう弾き語りで、アコギ一本弾き語りのスタイルでやったろうじゃねえかいと勝手に思いまして、何曲入ってんだっけ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 曲かアルバムはね入ってるんですけども、1曲目の正しい街やったでしょ、で歌舞伎町の女王やったでしょ、今ねこのアコギ一本シリーズでね幸福論やって、で今日同じ夜やって警告やったから5曲か、どうしましょうね、これコンプリートしちゃいましょうかね、椎名林檎無罪モラトリアムをアコギ一本弾き語り全曲みたいな、やるような気がするよ僕過去テイクを合わせれば、丸の内サディスティックもやってるでしょ、アカネサスけど照らされたこれやってないんだよね、で白と白昼もやってない、積み木遊びやってない、しくじったしくじったまただわ You knowとかねっていうかっこいい曲あるんですけど、ここでキスしてもちょっとやったね軽く、だから1,2,3,4 曲だけですわ、全然やってないのね、まあ、ただギター一本でやってないのもあるんでね、ギター一本でやろうかなとちょっと思ってます、はいでね、やっぱりねその今回やってみて昔できなかったのができるようになってる、これは嬉しいね、前やった曲でも
あのアコギ一本でやる方が簡単かと思われがちですが、そうでもないんですよ。一本しかないからね。で、一本で単純にコード弾きするならそれできるんだけど、あの原曲のそのバンドでやってるのをアコギ一本でその雰囲気を出したいんですよ。だから、なんでしょうね、まあコード感だったり、今日の曲以外だいたいストロークかな。だからストロークのまあまあこの右手ですよね、とかカッティングとかミュートとか、まあ、ちょっとしたリフだとか、そういうのを駆使してギター一本なんだけど、知ってる人が聴いた時にああこの曲の雰囲気あるなと思ってもらえるような、思ってもらえるかどうかは分からんけど、自分的にはそんなようなコンセプトでねやろうかなと思ってて、多分ね前はね、前ならできてないと思うんですよ。前っていつぐらいの前かは分かんないけど、明確な基準はないけど、あとその前やろうと思ってできなかった曲もできてんですよ。昨日出した警告って曲もチャカチャンチャカチャーフチャン、あのイントロを月タムの曲にちょっとねオマージュしたりもしたんだけど、あれはもう完全に多重録音じゃなきゃダメだろう、これもうゴリゴリロックなんで。でまあセルフルバンドでできないこともないだろうけど、でもこれはコピーになっちゃうなと、カバーじゃねえしなと思って、かといってアコギのアレンジだとどうなのよと思って、なんかイメージ湧かなくてやってなかった曲も今回このねアコギ一本でやってみようかなと思った時に、この警告っていう、あこの曲やってみたら面白いんじゃねえかと思ってやってみたら、それなりになったんですよ、アコギ一本でね。やっぱこれはね、そのまあいろいろ、まあソロもそうですし月タムもそうですし、コラボもでかいんだよね。あの縛りがあるから、もう自分の曲じゃないっていうところでも縛りがあるスタートだからね。でその人が作った元の曲と雰囲気がある中でっていう、それをどううまく乗っけていくかっていうことをねやったりとかっていうのは、やっぱりこのアレンジの幅が広がってると思うんですよ。だそんな感じでやっていけばね、でやってない曲は、その何カバーするイメージが分かんなかった曲なんですね。あのアコギ一本じゃないにしても、多重録音するにしても、イメージがあんまなかった曲だけど、できるような気がしますよ。はい。まあ、今日やった同じ夜って曲は、これがね、ファーストアルバムに入ってること自体がやっぱね、椎名林檎ってすげえなと思ったんですよ。このアルバムを聴いた時に。まあ、それなりにゴリロックで来るんですよ。で、途中でね、ロックバラードがあるんだよ。あれはロックバラードと言っていいだろう。まあ、それもすごいいい曲なんだけど、まあ、それはやっぱアルバムの流れの中で、っていう感じで聴いてたんだけど、ここでキスしてっていうね、リンゴちゃんが結構ガッとメジャーシーンに、私はもうその前から聴いてましたけど、結構この曲でみんな知ったんじゃないのっていう。I wanna give you to a menu. いいからだら、何だってってやつね。で、そのここでキスしてが入って、あ、この曲はシングルというか、知ってるぞ、知ってるぞと思って聞いた後に、残り3曲か、と思った時に、おもむろに、アコギとバイオリンだけの曲がふっと入るんですよ。何と思って。もう、こんな曲もあんの思ってね、びっくりしましたね。で聞いた時に、当然最初は聞きたいからね、聞くのメインで聞いてたんだけど、その曲聞いた時はもうそのところからギターやろうだったから、あこの曲は弾けそうだねと、普通にフィンガーの曲だったから。それでこのスコアブックを買ったわけですよ。
アルバムが出てすぐこれが出た後ね、これ初版、初版ですよ、初版。1999年、アルバムも99年だからね、5月1日、はい、初版本です。で、これ買った目的は写真です。半分以上写真です。私のこの買った目的は、パラパラした時にね、こんな刺激的な写真があったもんで。あ、これ買う、はい、あんまりこういうの見せちゃいけないのか。あのね、よかったですよ。ここでね、あれなんですよ。リンゴちゃんの、こう、ちょっとコメントが入ってるんだけど、ここでね、くるりとか、ナンバーガールとかがいいって書いてあるんですよ。その子知らなくて、くるりって、バンドあんのかと思って。で、くるり。すごいぞ、くるり。東京が入ったアルバム買ったら、ああ、ほんとだ。で、ナンバーコールも、ナンバーガールも、久子さん。ね。あの、ギターの、いるでしょ？なんだっけ？何久子さんだっけ？いるでしょ？ナンバーガールもいいな。とかね、いろんな幅が広がったんですよ。狙ってるわけでもないんだけどね。まあ、そんな、横島な目的もあって買ったんですけど、何の話してたんだっけ、そのスコアをね、買いまして、でその警告、あ、警告じゃない、今日やった同じ夜って曲ね、この曲はすぐできるなと思って買ってみたらね、これがなんとタブ譜がおかしいなと思ったら7本あるんですよ。と思ったら7弦ギターを使ってると。もうその時点でなんできねえじゃねえかって、その当時は思っちゃうぐらいだったの。でも6弦で弾きゃいいんだから。コード分かってんだからさ。それっぽく弾きゃいいんだから。で、そういう発想がなかったんですよ。これ意外にね、この発想がね、出るようになってるっつうのは、進歩だと思うんですよね。弾けるように弾きゃいいじゃんっていう。ただその弾けるように弾きゃいいじゃんっていうのの、演奏レベル自体が上がってるんだと思うんですよ。これ言っちゃっていいだろう。弾けるように弾くっていうのは非常に難しくて、どう弾きゃいいねんっていうのがやっぱスコア通りとかに弾くって縛りが当時はあったんですね。そこそこ弾いてましたけど、その枠からも取っ払われてるんですよ。最近だからもう、コードとかも本当にね、鳴らしたい音鳴らすためにもうずらしちゃっていいんですよ。とかね。最近ね、E フラット。だから E フラットは、ハイコードでいけば、この音なんだけど、ね、E のフラットだから。これをアコギで弾き語りしてるときに、E のフラットということは D のシャープだから、ここなんですよ。普通の D の1個上。同じ音でしょ。ただ D は、4弦の開放がベース音ですから、これをここだけずらしたところで変な音になるじゃん、ダメじゃんと思ってたんだけど、これいいんですよ別に。この辺弾きゃ多少音入ったって、こういう発想、この発想ができるようになったんですよね。かっちり弾くのも大事なんだけど、なんかその辺弾きゃいいんじゃねえのっていう。で、耳がね、耳が進化したんでしょうね。そういう、なんつうの、ちょっと、こう、そうじゃない音が入っても、前はそうじゃない音が入ったら間違ってるとかダメっていう感覚の耳だったのが、そうじゃない音入ってもありっていう耳になってるだと思います。はい。とかね、まあ、当時はだから違うんだからダメじゃん、これじゃできないじゃんっていうのが、取っ払われてきてるという気はしますね。はい。
まあ、でもスコアってやっぱあると便利ね。あの元コード分かってるから、あとキーね、あのリンゴちゃん当然女性なんで、そのままのキーだと歌えないんで、自分のキーにね、もう適正キーに合わせるから、カポつけて元のコードを、そのカポを合わせた上で弾き語りで弾きやすいように、だったら E だったのを G にしてみたりとかって変えるんだけど、そのやるにね、元コードがはっきりしてるっていうのは、便利ですね、スコアがあると。まともにこの通り弾いてませんけどね、全部今回のシリーズはキーが違うからだから元キーの元気の音を鳴らして、特徴ある音を聞いといて、それをカポつけた上のこのコードにしたらどこになるのって変換をしていくんですよね。そういうのもね、できるようになってるのかな。それが楽しくてね、あとその、この買った当時はこんなできなかったのに今できるじゃんっていう喜びとありますんでね、はい、まあ、そんなこんなで、そのウヒウヒしているところ来て、このお盆、どこにも出かけずに、お家に缶詰ということが決まりましたんで、はい、まあ、まあ言ってもね、ちょっとまあいろいろ、まあお家のこともやるんで、風邪ひいたからみんな、まあ時間あるとこ見計らって。ちょっとこのリンゴちゃんのファーストアルバム、無罪モラトリアムのアコギ一本弾き語りフルコンプリート目指して、やってみようかなと思ってる次第です。ということで、何の口ちゃぶりでしょうね。お盆が、はい、お盆は音楽、お盆はどこにも出かけないので、リンゴちゃんの、ファーストアルバム、アコギ一本弾き語りを頑張りたいと思いますっていうくちゃべりでした。ありがとうございました。皆さん、良いお盆をお過ごしください。ということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺で。